里崎チャンネル崖っぷち選手その後です。はい、はい、やりましたね。こっちやったじゃないですか、はい、崖っぷち今年頑張んないと崖っぷちっていうところで、うん、全球団やりましたけども、はい、まあ、今ゴールデンウィークも終わって、うん、まあ、1ヶ月ちょい、はい、経った中で、うん、崖っぷち選手の開幕ダッシュはどうなのかっていう、はい、現在地はどうなのかと、うん、崖っぷちだけど、崖っぷちだけどね、はい、もう椅子に座ってコーヒー飲んでる人もいるかもわかんないし、そうですね、崖っぷちだったけど、うん、もう片足外れてる可能性もあるし、はい、その選手たちの、うん、まあね、動向をチェックしようと、うん、言いっぱなしじゃダメだ、はい、その選手たちがね今どういう状況でどういうのかというのを解説しながら、うん、あと見ていきましょう、はい、現状ね、はい、あと今後どうなるかっていうところ、はい、パ・リーグ編です、うん、3球団ずつ、はい、で今日はですね、日本ハム、楽天、ロッテをやっていきますけども、はい、まず日本ハム、ね、うん、崖っぷち選手動画これです、はい、ね、各ありますから概要欄でもう一回行ってね、はい、見てもらえると面白いですね。誰言ってたかなって気になる人は前のも、まあ、見てくださいね、はい、はい、日本ハムは斉藤佑樹投手と清宮幸太郎を崖っぷち選手と大物2人挙げてたわけですね。そうなんですよ、うん、でなった時に、はい、現状、うん、1軍の試合だけでは上がってきてですね、開幕1軍いなかったんで、はい、で今から2軍の成績を探しに行きますけど、はい、客観的に見て、うん、コロナ陽性で選手もいっぱい離脱してる、うん、その中で上がってこない、はい、やばいねって、そうですね、もしくは日本ハムがもうしっかり育成するっていうのにシフトチェンジした、はい、いい側面もあるしね、そうかもしれない、はい、だからどっちか分かんない、もう中途半端じゃなきゃないよと、はい、もうしっかり育成するから今までの育成方法は清宮に合ってなかったし失敗してたと、うん、だからもう中途半端に上げないと、はい、もうみっちりチリ2軍で鍛えてからじゃないと上げないなのか、うん、今の成績じゃ上げれないから上げないのか、うん、だから後者だったらやばいね。そうですね、どっちなんでしょうね、うん、ね、分かんないけども、うん、ってなった時に、はい、2軍の成績25試合出場です、はい、チームで一番試合にも出てますし、うん、打席にも立ってます、はい、でその中打率2割3分1厘、うん、でホームラン2本、うん、打点が14で三振が24、三振はダントツトップです、はい、で OPS も、0.736 と、うん、そんな高くない、ちょっと成績からしたらちょっと低すぎますね、うーん、2軍で、で今ね、はい、この上がってきてる万波が2軍では16試合に出場で3割2厘でホームランは清宮よりも、打ってて5本で打点も清宮より高くて19打点っていうね、で OPS も10割超えだから、まあ、そうなったら万波選手が上がってきますね。でしかもね、うん、打ってるよ、はい、しかもよ里崎総チェック、はい、月曜日の特別賞も受賞してるぐらい、はい、こっちの目にも映るわけよ。うん、だからね、うん、そう考えるとやっぱりちょっと全体的に成績が低いですよね。そうですね。で、はい、今川選手、うん、上がってきてファーストマン持ってる、だから清宮とポジションかぶるよね、はい、今川優馬選手、うん、15試合出場して3割3分3厘でホームラン3本、こちらも OPS10 割超え、はい、こちらも清宮より打ってるわけ、うん、磯畑、はい、上がってきてる、あ、2割5分6厘、はい、だ結局は成績だけでしっかり1軍に上がってきてる、うん、はい、って考えたらちょっと、そうですね、だそう同じようなポジション、うん、もしくは年代の、うん、もしくは後輩のライバルたちが2軍でしっかり残して1軍に来て、うん、まだ1軍でも結果残してるから、はい、これはちょっと崖っぷちの崖っぷちだね、うん、そうですね、うん、やっぱ 2軍で3割打ってるぐらいじゃないと1軍には上がれないって前ね、うん、どこまで言ってましたもんね。もしくはホームランを結構打つかとか、うん、なんか特化しないとアピールポイントがないと、うん、だからこれを見てどう本人がどう思ってるかね、うん、もう焦るぐらいでちょうどいいよね、はい、焦ってもうがむしゃらになって取り組んで、うん、で何かの殻を破るぐらい頑張っていかないと、うん、やっぱ同世代に抜かれていくって、はい、もう一番ピンチなのよ。いやでも絶対ご自身では分かってると思いますよ、そりゃ。でもね、分かってるだけじゃダメなのよ、はい、態度で示して、うん、それをがむしゃらにもう泥まみれになってできるかどうかが勝負なのよ、はい、これスマートに行き過ぎると、はい、気づいたら終わっちゃうのよ、うん、だそういった面でも、はい、まあ、今のねこの2軍の成績でもこれだけども、でも試合数は一番出てるってことはやっぱ期待値は高いと思う。いやそりゃそうだから、チームも何とかしたいと思ってるわけよ、うん、はい、
でもやっぱりこの成績見てると最初言ったことと同じように多分中途半端じゃ上げないよっていうチームとしての思いもあるし、はい、結果が出てないから上げれないよっていう多分両方の側面あると思うけども、ちょっとねライバルたちが頑張ってきてるから、はい、ちょっとピンチだね。そうですね、うん、これはまだちょっと抜け出せてない、出せてない、崖っぷちから抜け出せてない ね、 ありますね、うん、でもまだまだね、はい、開幕してから1ヶ月ちょいゴールデンウィーク終わったところらへんから、はい、まあ、ここからどうなるかがね、うん、まあ、本人の頑張りも期待したいですね。そうですね、はい、で続いて、うん、もう一人が斉藤佑樹投手、はい、まあ、現状怪我で、うん、まあ、2軍の試合にも登板してないんで、はい、まあ、年齢も考えると、うん、まあ、なかなかね、あの、まあ、だからその手術っていうところもあるかもわかんないですけど、この時間もかかるし、はい、年齢もあるし、うん、若い時とね年いってくるとの、うん、この手術のリハビリ過程とかって球団待ってくれるか待ってくれないとかってあるん で、 そうですね、まあ、これはまあ でも誰しかも通る道を、うん、俺も最後膝怪我して手術したけども、はい、そういったところでまあプレーできてないんでね、うん、もう評価できる対象がないんですけど、そうですね、まあ、ここからね結果がどこまで早く治るのかどうなのかっていうところでもね、うん、ちょっと立ち位置としては変わってくるかなと。そうですね、はい、まあ、でも本当に斉藤佑樹投手って日本ハムにとっては本当に大きい投手というか、うん、そうですね、こちら側もやっぱ頑張ってほしいと思いはありますからね、うん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 、まあ、今後のねその、はい、まあ、怪我の具合とかをまあ注視しながらっていうところですね、はい、そうですね、まあ、ちょっと評価のしようがないですね、はい、逆に試合に出てないんで、そうですね、まあ、怪我っていうのだとしょうがないですね、はい、さあ楽天、はい、オコエ、はい、左手関節の手術でキャンプは不参加ね、しないってことになったんですね、うん、でまあ、今もリハビリ中っていうところで、はい、まあ、ゆうちゃんと同じようにプレーしてないんで、はい、言えることは全くないんですけど、うん、でもよ、はい、辰巳が頑張ってきて、うん、結構穴が埋まりつつありますね。そうですね、外野、そしてその辰巳選手の次に来る外野手っていうのは結構埋まってね、なかなかきついですね、はい、本当のもう崖っぷち片足で出んちゃう、うん、谷底に。でもよ、まだね、オコエにとって唯一生き残れるチャンスがあるのよ、はい、それは何かっていうと右がいないんです。そうなんです、みんな左なんですよ、楽天は。ここで、これ、はい、ここでね、この、うん、この現状で今までの行いとかこの姿勢、はい、考え方っていうのを全部この怪我によってリスタートするために、はい、考えを変えれるかどうか勝負だね、うん、そのもう中身からね。そうですね、それによって取り組み姿勢とか、うん、やっぱりね、今までも必死でやったかもわかんないけども、それは必死じゃないんだよ、うん、本人が思ってるほどね、うん、だからそこを変えれて勝負できるか、しかも右がねまだ出てきてないっていう、うん、やっぱそこのまだ一部のチャンスはあるわけ、うん、だからそれはもう本人次第だね、はい、でもこのままいくともう埋まっちゃうから、でもしね来年あたりのドラフトで右の外野手また取られると、うん、もう本当にね両足が、うん、あの地面からね浮いちゃうぐらいの感じになるんで、うん、まあ、ここはね、あの本当に勝負どころですね。はい、いや本当にそうだと思います、はい、早く怪我をね、そうですね、良くなって戦えるようになってほしいですね、うん、さあ続いてロッテ、はい、ロッテは藤岡、はい、頑張ってんのよ。いや出てます ね、 今ね、いいのよ、はい、いいんです、うん、ね、しかも一番最初めちゃくちゃ打ってて、はい、今打率どれぐらいになったかな、今でもう2割5分6厘と。おで、このエチェバリアがね、はい、来日が遅れて、うん、そこで勝負で結果も出して、はい、勝負どころでも打ったり、はい、いい形で出てるんで、昨日はね試合途中からあのエチェバリアショートでサード藤岡とかをね、うん、ベンチも試したりしながら、はい、崖っぷちから今はね、うん、もう崖にいない。そうですね、うん、今ね座って、はい、まあ緊張しながらコーヒー飲んでるね。まだ安泰じゃないからね、ちょっと緊張しながらうーんって言いしながらやってる。気抜いたらね、気抜いたらすぐあのそこが崖になるけど、はい、でもね、いい形踏ん張ったよ、うん、ね、このエチェバリアの来日が遅れたっていうところも、はい、藤岡にとったら良かったよね、うん、でもそのチャンスをものにできるかどうかは勝負の中で、はい、藤岡はそのチャンスをものにして結果出てるから、うん、ここを踏ん張りどころだね。やっぱこの安定的に2割5分以上は打っていきたいね、はい、藤岡グッツ、はい、これはね頑張ったですね、はいはい、今日の唯一の中で、はい、一番もう崖にいないね。でもまだ勝負は続くからね、はい、安心したら落ちていくから、うん、ここは気引き締めてね、はい、このロッテのショート藤岡アリをね、このエチェバリアの存在をなくすぐらい頑張ってほしい。ちょっと落ちてきてるからね、はい、もうちょっと落ちてきちゃうと、うん、本当にまた崖に行っちゃうよ、はい、ね、もう一人福田、はい、二軍です、はい、でも、ね、ロッテの二軍がね強いのよ。あ、そうですか。でも正直ね、二軍が強かってもね意味ないんだけどね、はい、あのまあ弱いよりは勝った方がいいんで、あれなんだけども、二軍は勝つことも大事なんだけど育成の方が大事だから、福田周平はね2割4分7厘27試合ホームラン3本打点17盗塁2、うん、まあ外野はね今大きいの、う
マーティンがいて、で藤原が最初行ったけど結果残せないで2軍に落ちて、うん、今角中が調子いいんだよ、うん、そうですね、うん、で、あの途中からのダイソーは和田、はい、で岡なんかもいて、うん、だからね、もう場所がないんだよ。そうですね、埋まってますね。そう、 FA で鳴り物に生きて、まあ、去年怪我もありながら結果が出ず、はい、今年もこのまま、まあ、いずれはどっかで上がってくるかも分かんないけど、高部とかもね、2軍で4割4に打ってるからね。4割そう、はい、で1軍に来てるから、うん、そうなってくると優先順位はやっぱ圧倒的に下がるよね。あとか、はい、だって福田周平の前に加藤翔平が上がってこないとおかしいから ね、 そうですね、3割7分5厘だから。本当だ、それでも上がるところが今のところないってことです、ね。うん、だってこれ翔平が上がらないって、周平が上がったあの翔平がもうやる気なくなすからねそうですよね、うん、俺の方が打ってるのにってなりますもんね。そう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 、うん、でもちょっと崖っぷちだね、はい、もう年齢もあるからどんどん FA してきても居場所がどんどんなくなっていっちゃうね、優先順位が低くて。もうどうしたらいいかって、本当に打つしかないですよね。打つしかないのよ、もう野手なんで、野球なんで打つだけよ。でも打率を上げていくしかないですよね。そうそう、だってもう足のスペシャリストは和田がいて、うん、でまあ守備内野も外野を守れて、はい、で右ね、ロッテ右が少ないから、うん、でその中で岡がいるから、はい、存在的にはこの2人がいて、うん、要は高部とかと勝負なわけよ、はい、でも高部もだって4割も2軍で打ってて1軍上がれなかったお前ファーイみたいな、何のための毎日ですかみたいな感じになっちゃうじゃん、はい、ちょっとピンチだね、はい、もう片足崖の方に足置いてるね。そうですね、うん、でも打つしかない、打つしかないよ、はい、だから今日のこのハム楽天ロッテの中では、はい、藤岡だけが唯一今崖から脱出した選手にはいますけど、はい、まあ、他の、ね、まあ、4選手中、まあ、オコエと斉藤優ちゃんは怪我だし、はい、で清宮と福田はちょっとね、うん、苦しい現状が続きますけど、はい、でもまだ1ヶ月ちょっとだから、はい、ここからねどう挽回して1軍で結果を出していくのかはしっかり見ていきたいですよね、うん、そうですね、うん、夏に調子良くなる選手とかすごいいるじゃないですか。じゃあ夏にもう一回わかりますか、うん、現状を、はい、何人、はい、だって崖から座れてるかを確認したいですよね、はい、あ、そうですね、じゃあまた夏頃に、はい、またやりましょう。はい、はい。